高架加工事前の登録有形文化財に登録されている駅舎仮駅舎浜寺公園駅は大阪府堺市西区浜寺公園町2丁にある南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は NK15。辰野金吾の設計により1907年に建てられた木造平屋建ての駅舎は1998年に国の登録有形文化財に登録されている。 1> 第1回近畿の駅百選選定駅。現存利用されている私鉄駅舎の中では最古の駅舎である。一般道を通じて下記の路線に乗り換えが可能である。明治末から大正期にかけての浜寺公園駅。鉄道省課題補週、作詞59番の歌詞にて当駅が登場する。東側の改札口対比設備を備えた2面4線のホームを持つ地平駅。 3.4番線ホーム側に駅舎がある。4番線は、南馬駅側の切り欠き部にあり、もともとはこの駅で折り返す列車が使用していたが、現在は対比線となっている。4番ホームの反対側には5番線があった形跡が残されている。堺南馬方面へ向かう列車で4番線ホームに、入線する列車は3番線を通過し、4番線に停車する。 反対側の1.2番ホームは、島式ホームで、地下道によって連絡している。また、駅舎の反対側にも、改札口があり、1.2番ホームと、構内踏切によってつながっている。便所は改札内にあり、推薦式。渡り線がないため、当たり駅では、列車の折り返しはできない。かつては、南馬型に渡り線があったが撤去され、当駅折り返し列車の設定はなくなった。 ただ、普通浜寺公園の幕は残されている。4番線に営業列車が入らない。時間帯はロープによって立ち入りが制限されている。1、4番線は優等列車の対比に使われる。特に朝ラッシュ時のぼりとーラッシュ時下りはほぼすべての普通が当駅で優等列車を対比する。駅舎は1907年に 現在の駅名に改められた時から現存するもので、私鉄最古のものとされている。辰の金吾設計の木造平屋建ての洋風駅舎である。柱や梁を表に表したハーフティンバー様式で作られている。駅舎正面向かって、右側にあるかつての一等待合室は現在、浜寺ステーションギャラリーとして使われ、左側は駅事務室となっている。 テレビ番組等でもしばしば紹介され、近代建築の代表作の一つとして知られる。なお、大見鉄道日の駅、桜川駅の駅舎は、同鉄道の資料によれば当駅より古い1900年、開業以来のものとされている。2019年時の1日平均乗降人員は4274人で、ある。各年度の1日平均乗降、乗車人員数は、下表の通り、 阪神間の住宅地とよく似た雰囲気を持ち、スキヤ作りの豪邸やスペイン風の洋館など豪壮な邸宅が立ち並ぶ。前日の通り、隣の諏訪の森駅の西側駅舎と共に、駅舎が国の登録文化財建築物に登録されているが、大阪府が予定している、石津川駅、北助松駅間の連続立体交差事業による、鉄道の高架化で駅舎が撤去。 解体される可能性があった。この問題は長年議論されたが2006年11月7日に事業認可が不利、効果化が決定した。当初は2018年3月末の完成予定であったが仮線用地の確保に手間取っており、2028年3月の完成予定へと変更されている。なお、 浜寺公園駅舎に関しては2008年2月7日に開催された浜寺公園駅及び諏訪の森駅舎保存活用に関わる懇話会の最終会合で効果に伴って作られる新駅正面に移築されることが決まっており2016年1月28日未明の最終電車取扱後に駅としての運用が終了して閉鎖された後に仮駅舎移転したありがとうございます